はい、どうもじゅんです。今回はですね、ユニクロ&マルニ2022春夏コレクションのアイテムチェックしていきたいと思います。商品ページはですね、もう公開されておりまして、全貌は明らかになっておるんですが、やっぱりですね、実物の画像を見たいですよね、ということで、ユニクロのプレスルーム、ショールーム言うんですかね、に展示されております、コラボアイテム拝見していきたいなと思っております。一般人はそのユニクロのプレスルームってなかなか行けないじゃないですか。ただですね、その例えば、出版社の編集部の方ですとか、あとインフルエンサーの方々、トップ YouTuber の方とかはなぜか行けるんですよね。ということで今回はメンズノンノンさんの画像をチェックしていきたいなと思っております。なんか実際に試着とかされてる画像もございますんで、詳しくはそちらチェックしてください。まずこちらなんですけど、マネキンがドドーンと展示されております。こちらですね、背景的にはイタリアの野原なんかなみたいな山とかも見えておりますけど、で実際に展示されてるこれマネキンたちも結構なんていうんですかね、田舎っぽいと言いますか、なんかタウン感ないですね、都会っぽい感じではないですよね。今回のテーマがですね、タイムレスエッセンシャル今回のテーマがですね、タイムレスエッセンシャル今回のテーマがですね、タイムレスエッセンシャルズ、はい、今回のテーマがですね、タイムレスエッセンシャルズリミックスということで、どういう意味みたいな、意味わからんって感じなんですけど、訳すと、まあ、タイムレスな日常着に遊び心ということでございます。タイムレスっていうのが、まあ、永久とかそういう意味ですよね。まあ、高級的な、もう一生着れるような、その日常着に遊び心を持っていこうやということで、めちゃくちゃポップなカラーリングだったり、花柄だったりするわけですよね。まず一番左のマネキンからチェックしていきましょう。白のスニーカーにこちらですね、緑のボーダーのソックス、もうこれだけですごいカジュアルですけど、でさらにベージュのこちらショートパンツですね。結構こうフレアと言いますか、 A ラインのシルエットなのかなと。裾も結構ねワイドめな感じですよね。これサイズ見するとダボダボな感じになりそうな気がしますけど、でも結構丈も長そうだよね。膝より下ぐらいの丈感でちょうど良さそう。でさらに赤色のボーダー T シャツにこちらポケットブルパーカーということでございます。全体的になんかバラバラに見えるけども、同色系のコーデですよね。こうベージュ系といいますか、オリーブ系の茶系のコーディネートとなっております。トータルコーディネート、もうおそらくプロのスタイリストの方がねコーディネート組んでるんで間違いないかなと。これはかなり参考になりますよね。買う時の参考になるのかなと。でアップで見てみると結構やっぱりですね、ペライ生地感でございますよね。ポケタブルということで、折りたたんで袋に入れてカバンに入れて持ち運ぶこともできると。突然ですね、その6月だとか雨降ってくるじゃないですか、そういう時に便利ですよね。撥水機能ありのやつでございます。去年ねこういうやつ買ったんだけど、登山とかにもねめちゃくちゃ便利でございますわ。雨も弾くし、多分ね蒸気とかを外に出すようなそういう機能があるんちゃうかな思います。このパーカーさ、丈感なんだけど結構短めな感じ、ブルゾンっぽい感じですよね。もっとオーバーサイズめの方がいいかなとも思うんだけど、まあ、男女兼用で着用できるサイズ感かなと思います。続いて左から2番目女性のマネキンなんですけども、ネイビーの花柄のこれはねハーフコート、ブロックテックのコートでございます。さらにこのバルーンのパンツなんですよね。ネイビーネイビーということで同色系のコートで、そしてピンク色の靴下に白色のスニーカーということで、かなりネオンカラーと言いますかビビッドな感じですよね。ただこう同色系なんで全体的にまとまって見えますよね。ブロックテックのやつ、これ結構オーバーサイズめな感じ、コクーンシルエットになっておりますんで、男性が着ても全然いけんのかなと。これとこれ基本的にユニセックスのアイテムかなと正直思っております。バルーンのスカートはさすがに男性履けないかなと思うんだけどね。5月20日に発売されて、夏の時期これ着るかって言われたらちょっと悩ましいところありますけども、秋冬にはもってこいのアイテムなんかな。秋冬のアイテムって感じじゃねえの。左から3つ目男性のこちらスタイルチェックしていきましょう。白のスニーカーに銀ガムチェックのスラックス、結構ワイドめな感じ、ボリュームある感じですよね。2タックになっております。普通だったら銀ガムチェックのジャケット羽織りたいところなんだけど、違うとオリーブのジャケット持ってきてるよね。ただですね、色が近いんで同色系のコーディネート、さらにこちらですね黄色の花柄のオープンカラーシャツかなと思いました。そしてその下にさらにクルーネックの T シャツということですね。めちゃくちゃおしゃれなコーディネートでございます。これそのまんま着たらめちゃくちゃおしゃれな人ってなりそうですよね。しかもですね、こちらのジャケットとボトムスなんだけど、ポリエステル 100% なわけなんですよね。つまり感動ジャケット、感動シリーズのアイテムって感じなわけですね。おしゃれな感動シリーズのあのスーツって感じですかね。そうだからめちゃくちゃ伸縮性、ストレッチ性やばいだろうし、汗とかやっぱ夏かくと思うんだけど、そういうのもすぐ乾く、それがこういう素材のいい
いところかなと思います。ユニクロさんが東レさんと共同開発しためちゃくちゃええやつ。そして一番右のマネキンチェックしておきましょう。こちらはですね、チェックのボトムスにオープンクラスシャツに赤色のクルーネック T シャツということで、これメンズのねアイテムなんだけど、ユニセックスで着用できますよね。もうザパジャマですよね。一応パジャマから着想を得た服ということなんですけども、パジャマとしても着用できるし、カジュアルにも着れるかな。ただこの格好で例えば大阪の梅田だとか東京の新宿とかおったらちょっとヤバいやつってなりそうだよね。家から飛び出して出てきたんかみたいな、そんな感じにも見えかねないですよね。こういう背景だったら問題ないかと思うんですよ。こう野原が広がってるだとか、田舎っぽいところだったら、野原だったら全然この格好でもいいんかなと思うんだけど、この格好でちょっと都会はね、ちょっと不相な感じしますね。 TPO やばいやつって感じになりそうですよね。トップ YouTuber のゲンジさんとか絶対こういう格好しなさそうですよね。もう自身のブランドとかめちゃくちゃクールでシンプルなコーディネート多いじゃないですか。多分ねゲンジさん今回買わないんちゃうかなと勝手に予想してるんですけど、ただカジュアル好きの方にはめちゃくちゃこれ嬉しいですよね。マルニファンからしたらどうなんでしょうね、この感じね。いつも言われているのはユニクロがコラボすると、例えばユニクロホワイトだとか JW アンダーソンだとかプラス J だとかいろいろコラボすると、そのハイブラ感がちょっとねあんまり少ないのかなと。もうそれはしゃあないよね。価格帯がそうだし、ユニクロ感出るのはしゃあないよね。この生地とか素材とかを基本的にユニクロのもの、その真っ白なベースにそのコラボ相手のデザインが反映されてるわけでして、ユニクロ感が拭えないのはまあいざ仕方ないんかなと思いますよね。続いてのマネキンチェックしていきましょう。こちら右の男性のマネキンなんだけど、白のスニーカー、まあ基本的に全部カジュアルテイストだから白のスニーカー持ってきてやりまして、もうこれがさ、もうだってさ、ナイキのスニーカーとかだったらさ、もうごちゃごちゃ感やばいですよね。カジュアルに強いというか、もうごちゃごちゃダサーみたいなのあるもんね。パジャマのボトムス結構ゆったりめなやつにオープンクラスシャツ、これも結構ねオーバーサイズめな感じかな。さらにストライプのクルネック T シャツでございます。これも同色系のコーディネート、こうオリーブカラーといいますか、ベージュオリーブの色味合わせておりますやんね。このままだとパジャマのままコンビニにやってきたお父さんっていう、そういう印象になってしまうね。例えばスラックス、黒のスラックス持ってくるだとか、普通にデニム持ってくると、まあ日常着としても全然使えるのかなと思います。ちなみになんですけど、マルニさんのこちらオンラインショップ見てみると、パジャマのシャツとか普通に売ってるんですよ。こちらモデルの方が着用しておりますけども、パジャマのシャツなんと52万円します。パジャマのサテンパンツ53万するよね。上下セットで100万超えるわけなんよ。それちょっとやばいんだけど、ただユニクロ価格だとそんなしないよねと。上下セットでも1万円いかんぐらいやんか。そう考えるとお手頃なのかな。まあ、生地感全然さっきのやつとは違うけどね。続いてのマネキン、こちら女性なんですけども、白のスニーカーにこの緑色のソックス、さらにこのネイビーのバルーンのスカート、さらにピンク色のこちらノースリーブのシャツでございます。なんかね、背中のところにボタンがついてるよね。でフロントのところにはボタンがついてなくて、すんごい変わってますよね。どうやって着るんだろう、どうやって着るんだろう、どうやって着るんだろう。この写真だと分かりにくいけど、フロントのところギャザーが入ったりとか、こだわりはやばい。それ同色系のコーディネートは、一番左の女性のマネキン、こちらでございます。白のスニーカーに靴下、そして甘いワンピースですよね。なんか一見シャツとスカート着てんのかなと思うような感じしますよね。花柄のシャツと、あとこちらチェックのですねスカートが合体したようなやつでございます。可愛らしいよね。はい、ということでですね、一通りご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。実際のそのマネキンのコーディネート、そのスタイリング見ると、やっぱりなんかこう印象変わると言いますか、イメージしやすいですよね。普通のセットアップもいいけども、同色系でまとめてやればですね、いろんなパターンできるんやなって思いました。ちょっとでもね参考になりました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ユニクロマルニのコラボは5月20日発売予定です。シェイクアウト。